ジェフリー・ジョセフ・マルケスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州バカビル出身の、プロ野球選手、ウトを右打ち、現在は、メキシカンリーグのプエブラ・パロッツに所属。2004年の MLB ドラフトで、ニューヨーク・ヤンキースから一巡目指名され、入団。この年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ヤンキースで4試合に登板し、A-9 スタテン・アイランド・ヤンキースで11試合に、 登板した。2005年は A 級チャールストンディバードックスで27試合に先発登板した。2006年はルーキー級ガルフコーストリーグヤンキースで2試合に登板し、A 級タンパヤンキースで18試合に登板した。2007年は A 級トレントンサンダーで27試合に先発した。また、この年のイースタンリーグのオールスターゲームにも選出された。 2008年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ヤンキースで2試合に登板した。その後、AA 級トレントンで3試合に登板した。その後、AA 級、スクラントン・ウィルクスバリ・ヤンキースへ昇格し14試合に登板した。2008年11月13日に、ニックス・ウィッシャー、カネコア、テシーラとのトレードで、ジョニー・ヌニエス、ウィルソン・ベテミーと共に、 シカゴホワイトソックスへ移籍した。2009年は、参加のトリプル A 級、シャーロットナイスで11試合に先発登板した。2010年は、トリプル A 級シャーロットで27試合登板した。7月9日のカンザスシティロイヤルズ戦で9回に、登板し、メジャーデビューを果たした。2011年6月5日に、ディーフとなった。二千十一年六月八日に、ウェーバーで、 フルス、ヤンキースへ復帰した。8月27日にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリへ降格した。オフの10月に開催されたグアダラハラパンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出された。11月に FA となった。2011年11月10日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。2012年は開幕を 参加のトリプル a 級タコマレーニアーズで迎えた。17試合に登板したが、成績不振で7月24日に解雇された。2012年8月11日に、コロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル a 級コロラドスプリングススカイソックスで2試合に、登板した。2013年1月2日にシンシナティレッツと、マイナー契約を結んだが、4月1日に、 契約破棄条項を行使して自由契約となる。2014年は所属球団なく、2015年は独立リーグアメリカンアソシエーションのスーシティエクスプローラーズと契約。2016年2月29日にメキシカンリーグのプエブラ・パロッツと契約。ありがとうございます。